私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私は出産を控えているから今は遠出はできないんだけど、そんな私に近場でのプチ旅行をママさんたちが提案してくれたんだ。そこだったら子供たちが楽しめるスポットもあるし、いいママ友に恵まれたななんて思ってたんだけど。私の荷物どこ？私の荷物って何のこと？あなたに任せてた私たちのキャリーバッグは？そんなの知らないわよ。自分で管理しないからでしょ。こんな腹立つ LINE をする原因になったのは、旅行に行く1週間前のこと。なるみさんも今回の旅行に参加するなんてびっくり。お腹がポンポコリンなのに大丈夫なの？ポンポコリンって、そもそも今回の旅行は私でも楽しめるようにって企画されたものだから。え？そうだったの？知らなかった。今回は近場だなと思ってたけれど、それってなるみさんのためだったの？そうなの。もうあんまり遠出はできないってママさんたちには話してたんだけど、そしたらその中の一人のママさんが近場で楽しめるところがあるよって。確かに近場だけど、いろんな商業施設があるみたいね。テーマパークが近くにあったり、水族館も近くにあったり。なるほど、なるみさんのための旅行だったんだ。別に私のためだけってわけでもないんだよ。乗り物酔いがひどいお子さんとかは遠出がなかなかできないでしょ。だから今回は近場で楽しめるところがないかって話で盛り上がったの。なるみさんのためだけに旅行先決めるとか、なんかちょっとずるくない？ずるいって何が？こういう旅行先ってみんなが行きたいところとか観光スポットをあげるものでしょ。だけど今回はなるみさんのためだけの旅行ってことだもん。なんだか特別扱いされてない？特別扱いって言われたらそうなるのかもしれないけど、さっきも言った通り、私以外でも遠出が苦手な人とかがいるし、私どうせなら北海道とか行きたかったんだけど。夏の暑い時期はやっぱり北海道とかでゆっくりしたいじゃん。今からでも北海道に変更できないかな？私の話聞いてた？そもそも別に北海道旅行に行きたいなら行ってくればいいじゃん。仲のいいママさんを誘ってもいいし、家族で行ってもいいと思うよ。そうじゃなくて、今回の旅行北海道旅行にしたいって言ってるんだけど、私が言ってること伝わってる？なんでわざわざ今回の旅行を北海道にする必要があるの？それはさっきも言ったけど、なるみさんだけ特別扱いされてるから。そうやって妊娠中の人に毎回気を使って旅行に行くの大変じゃない？別に毎回私に気を使ってもらってるわけじゃないってば。現に私が参加していない九州旅行とかそういうのもあったでしょ最近。今回はあくまでも近場で楽しみたいって人を呼んでるだけだから。北海道旅行にできないかな？だからそれは行きたいメンバーで行けばいいじゃない。今回旅行に参加しているのは遠出が苦手だったり長期で連休取れない人とか、そういう人のための旅行だから。そもそもなるみさんって近場の旅行楽しいとか思えるの？それはどういう意味かな？なるみさんってあんまり言いたくないけど、結構お金持ってるボンボンみたいなもんじゃん。ボンボンではないけど、旦那さんもお金持ちって聞いたし、結構蓄えがあるんでしょ。そんな人がこんな近場の旅行なんて楽しくないんじゃないの？パーッと海外旅行とかの方がいいと思うんだけど。だから私のお腹の中には赤ちゃんがいるって最初に話してたでしょ。そんな状態で海外旅行なんて行けるわけないじゃない。なんかよくわかんないけど、お金持ちだったらどうにでもなるんじゃないの？海外でお金払ったらめっちゃいいお医者さんとかが出産手伝ってくれそうだし。今までお世話になっている人たちのところで産むよ。全く知らない土地で言葉も通じないところで出産なんて怖いし、そもそも飛行機に乗るのも不安だし。そんなに不安なら旅行に行かずに家に引きこもってればいいのに。それはそれでまたストレスがたまるでしょ。それに娘も旅行に行けるって楽しみにしてるんだ。嫌だな、なるみさんみたいなお金持ちの人がいると。何が嫌なの？何かとケチつけてきそうで楽しくないもん。例えばここの旅館は安すぎるとか、食事が美味しくないとか文句ばっかり言いそう。お金持ちの人って美味しいもの食べたりとか高級ホテルに泊まったりしてるでしょ。
だからいろいろと文句言う人が近くにいると嫌なんだよね。泊まったホテルや旅館の悪口なんて言うわけないでしょ。それはもちろん喧嘩越しで接客する人とかがいたら嫌だけど、あくまでも私たちは宿やホテルを貸してもらってる側なんだから文句なんて言わないよ。本当にそうなのかな。なんだかなるみさんと一緒の旅行って不安かも。じゃあ参加しなければいいんじゃない。ホテルや宿に文句言わないとしても、どうせお腹が大きいからとか言っていろいろと私たちにお世話させるつもりなんでしょ。横暴な態度取ってもいいって思ってそうだもん。だからそう思うなら参加しなければいい話。そもそもあなたと一緒に旅行に行って今までそんな態度取ったことある？いつ取るか分かんないもん。はあ、もういいよ。話にならないし、そんなに嫌なら旅行に参加しなければいいし、北海道旅行に行きたいなら家族や仲のいい人たち誘って北海道に行ってきてください。そういう態度もなんか冷たいし。何を言いたいのかわからないけど、私は今回の旅行を楽しみにしてるから絶対に参加するよ。参加しちゃうんだ。旅行当日、なるみさん、お腹が大きくて大変だと思うから手伝うよ。手伝うっていうのは？いろいろと大変だと思うから私が荷物係してあげる。そんなの申し訳ないし、いいよ。旦那も参加してるから心配しないで。そんなこと言わないでよ。私が支えてあげるから。実は今なるみさんの家の前に来てるんだ。本当だ、車が止まってる。何しに来たの？だから荷物持ちをさせてもらいに来たの。キャリーバッグとか大きい荷物があったら大変でしょ。別に問題ないんだけど。しかも今回の旅行、ワンコも連れていくらしいじゃん。結構大きなワンコらしいし、後ろに乗せたら荷物乗せる場所があんまりないんじゃない？まあ確かにギリギリくらいだけど。だから私が荷物持ちやってあげる。安心してよ、私ちゃんと荷物を持っていくから。いや本当に大丈夫なんだけどって。旦那さん出てきた。旦那も私に手伝ってあげるなんて優しいなって言ってて、旦那もやる気満々だからさ、私たちに任せて。そこまで言うならこの荷物はちゃんと私が旅館まで運んであげるから。なんか怪しいけど、とりあえずお願いするわ。こうして半ば強引に私の荷物持ちをすると言ってきたなこさん、荷物を車に乗せてもらってそのままお互い出発したんだけど、旅館に着いてみたら、私の荷物どこ？私の荷物って何のこと？あなたに任せてた私たちのキャリーバッグは？そんなの知らないわよ。自分で管理しないからでしょ。あなたが荷物持ちをするとか言って荷物を持って行ったんじゃない？そうだったね、すっかり忘れてた。それで私の荷物はどこにあるのよ？実はあの後コンビニに行って荷物の確認したんだ。は？なんだか後ろから物音がゴトゴト聞こえて心配になったの。コンビニに寄った時に荷物をもう一度整理し直してたんだけど、自分の荷物じゃないから積むの忘れてたみたい。それはつまりコンビニに置いてきたってこと？そうみたい。ごめんなさい。どう考えてもわざとじゃない。違うの、聞いて。荷物を一回全部下ろしてまた綺麗に積み直したの。ただその時なるみさんから荷物預かってることすっかり忘れてて、自分たち家族の分しか積み直してなかったっていうか。そんな嘘が通じるわけないでしょ。あんな大きな荷物をどうやったら忘れてくるのよ。だってなるみさんの家の荷物って旦那さんと合わせてもキャリーバッグ一つだったでしょ。それ以外のやつは自分の車に乗せるって言ってたし、だから見慣れないキャリーバッグが外に落ちてても気にならなかったの？そんな嘘を信じる頭の悪いやつがいると思う。嘘じゃなくて本当なの。私結構忘れっぽくてうっかりさんだから。でもこのご時世だし、そこら辺で買えばどうにかなるでしょ。あー、もしかして大切な何かとかお財布とか入ってたりした？さすがにキャリーバッグの中にお財布は入れないけど。なんだ、じゃあ別に問題ないじゃん。洋服とか下着は適当に買えば？あなたに任せたのが間違いだった。私は親切心でやってあげたのに、なんかひどいな。どうやったら私たち家族のキャリーバッグだけ置き忘れるなんてことになるのよ。てへっぺろ、ごめんね。300万の支払いね。は？あの中には貴重なものやもう買えないものが入っていたの。だからもし警察に届けられてなかったり盗まれたりしたら弁償ね。ちょっと待って、
旅行に行くだけなのに、なんでそんなもの持ってきてんの？旦那からもらった大切なものとか、身につけたいものとか、いろいろと入れてたから、警察に届けられてなかったその時は。いやいや、そもそもおかしいじゃん。あんたがちゃんと荷物管理してないのが悪いんだもん。お金持ちなんだから、全部買い直せばいいでしょ。もう今は買えないものもあるって言ったよね。それに、お金だけの問題じゃなくて、思い出が詰まってるの。例えば、記念日にもらった洋服だったり、アクセサリーだったり、そういうのはお金では解決できないんだよ。どうするつもり？ただの旅行にそんな大切なものとか金目のものを持ってきてる方が悪い。私は知らないから。あ、逃げた。ゆりとひまわりとなこのライン。人の荷物を忘れてきてラインブロックですか。ちゃんと弁償してくださいね。なんで知ってるのその話。私はなるみさんのことが大好きですから。それに私はなるみさんと親友です。あなたが無理やり荷物を乗せていくって言ってたところも見てましたよ。なんと言っても私たちご近所さんですからね。違うの。私荷物を預かってたことすっかり忘れてて、わざとじゃないの。本当に事故なの。そもそも人から預かった荷物を忘れてきて自分が悪くないっていうのが無理があるんですよ。荷物を預かったからには最後まで責任を持たないといけません。でもそれで言えば、あれはなるみさんの荷物なんだから、なるみさんが面倒を見なきゃ。面倒見なきゃって子供じゃないんですから。そもそもなるみさんが頼んだわけではないのに、あなたが家に押しかけたんですよね。そして断っているのに、いいから荷物は私たちが運ぶと半ば強引だったはずですけど。強引じゃないわよ。私はただ良かれと思って言っただけで、なるみさんだって喜んで私に荷物渡したんだもん。あれが喜びだと思ってるあたりすごいですね。なるみさんの荷物をわざと置いてきて、それでなるみさんの反応を見たかったんですよね。わざわざ旦那様のことまで騙して。騙してないから適当なこと言わないで。なるみさんに関することでゆりが適当なことを言うことはありません。だってなんと言ってもゆりはなるみさんのストーカーなんですから。ストーカー？はい。なるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しているんです。なのであなたが荷物を持って行ったこと、わざとコンビニに置いていったこと、旦那さんにはうまく嘘をついていたこと、全部バレてます。そんなのわかるわけ。あなたはなるみさんのキャリーバッグだけ別のところに置いていき、旦那様を起こさないようにこっそりと出発しましたね。違うってば。本当にわざとじゃないの？その時の録音と録画があるので一緒に見てみましょうか。うわ、すごく極悪人みたいな顔してる。しかも周りをキョロキョロして、キャリーバッグをわざわざ分かりづらいところに置いて、あ、そのまま発信しちゃった。私ほらちょっと周りからよく見られてる気がして怖くて。私って可愛いから結構みんなが見てるのよ。だからキョロキョロしてるの。あなたのことを見ている人なんかいませんよ。興味もありませんから。でもあなたは私のことずっと見てるんでしょ。それはなるみさんに迷惑をかけないかという監視の意味です。あなた自身には1ミリも1ミクロンも興味はありませんので。私はただミスしただけで、キャリーバッグをわざと置いていったとは限らない。まあ何でもいいんですけど。じゃあお金払うんですか？それはそんな大金払えないし、旦那になんて言えばいいのよ。荷物をなくした責任としてちゃんと払うんですよね？払えるわけないじゃん。私パートでしか働いてないのに。そもそもあの人はお金持ちなんだから、自分で買い直せばいいのよ。大切なものはお金で買えないものだってあります。例えばなるみさんからもらったアクセサリー、なるみさんとお揃いのピアス、ものによってはもう販売されていないものもあるでしょうね。それに同じものが買えたとしても、そのものには思い出とかがあるんですよ。それを忘れてました、ごめんなさい、えへへで終わるわけないじゃないですか。なるみさんと一緒に食事をした時に、なるみさんが着てたお洋服、なるみさんと一緒に旅行に行った時に使っていたお泊まり用の歯ブラシ、なるみさんとお揃いのアクセサリー、そんなものがたくさんあるんです。それをあなたは私となるみさんから奪ったということですか？あ、ちなみにお揃いには私も入ってます。私は悪くないって言ってるでしょ。忘れてきただけでうるさいのよ。なるみさんがさっさと警察に届け出せばそれでいいんだから。まあなるみさんの荷物はしっかりと届いていますけどね。は？
そもそもあなたに任せたのはダミーの荷物です。ダミーの荷物？なるみさんの大切な荷物をあなたに任せるわけないじゃないですか。あなたのやろうとしていたことはユリに全部お見通しだったんです。なので偽物のキャリーバッグを準備していたってことですよ。じゃあ私が置いてきたのは誰の？私が作った偽物です。あなたが疲れるように中身だけは重いものに変えていましたが、もう他の人が回収していますし、なるみさんの私物は一つも入っていません。よかった。じゃあ支払いとかはないのね？そっちの支払いはないですけど、体での支払いが残ってます。え？なるみさんに迷惑をかけたこと、その体でしっかりと償ってください。あなたにはキャリーバッグの中に入ってもらい、一日生活してもらいましょう。そして一日経てばキャリーバッグから出してあげます。そもそもキャリーバッグの中に入ることが無理なんだけど。それでキャリーバッグから出たらどうなるの？まあいつものように裏の施設行きなので、キャリーバッグを開けた部屋があなたの拷問部屋です。そして拷問を受けた後に適切な治療をした後、またキャリーバッグの中で一日過ごし、またキャリーバッグを開けたところの拷問を。ちょっと待って、ふざけないでよ。拷問とか意味わかんないんだけど。そもそもキャリーバッグの中に入れないし。入ろうと思ったら入れますよ。というか入れますから。うわ、これすごい一番怖いガチャかも。楽な部屋だといいですね。楽なところはないと思いますけど。ちなみにどんな部屋があるの？過去の経験上から言うと、目玉をくり抜いたり、人肉を食べさせられたり、皮膚を全部剥がれたり、音が全く聞こえない無機質な部屋の中に入れられたり、寒いところで体が壊死したり、逆に暑いところで体が焼けちゃったり。当たりの部屋もあるので、自分の運を試してみてくださいね。どの部屋に行くかは毎回スゴロクで決めますから。あの謝ったり土下座したり、ちょっとお金払って許してもらえたりは？ありえません。ありえません。なんで私はダミーのキャリーバッグを置いてきただけなのに。だけじゃないんですよね。これがキャリーバッグの中で旅行を楽しんできてくださいね。いやー。その後、ナコさんは今回私のキャリーバッグを勝手にコンビニに置いていったことが旦那さんにバレて、そのことを正直に話して謝罪したみたい。私の方から説明が必要かと思ったけど、嘘をついたらもっと恐ろしい目に遭うと思ったのか、正直に暴露。旦那さんは呆れ返って、帰ったら話があるって言い放ったみたいだよ。旅行が終わってしばらくして彼女は姿を消した。だけどその前に、なんだか不気味なキャリーバッグを見た人がいるんだって。真っ黒な服を着た人がキャリーバッグを押していて、そのキャリーバッグからはなんか声のようなものが聞こえて、たまに一人でにキャリーバッグが倒れたりしてたらしい。もしかしてそのキャリーバッグの中には彼女が、なんてことさすがにないかな。彼女は今も暗闇の中で移動して、キャリーバッグが開くのを今か今かと恐怖の中待っている。反省して解放される時が来るといいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。